エリカのお好み挑戦。やだーやだ、私しぼしちゃくたもん。はい。マヨネーズ中に入れると絶対美味しくなりそう。わー、すごい、すごい、なんか気持ちいいね。こんちゃーす、エリカだお。今日はね、なっちゃんと一緒にタコパをやります。イエーイ。今まで身内となら何回かやったことあるんですけど、なっちゃんはどうですか？あんまりやったことないけど。そうなんだ。小学校以来かな。友達とやるのは初めてなんで、はい、とても楽しみです。それではタコパやっているので、どうぞ。いらっしゃい。美味しいたこ焼きがありますよ。10個ください。10個？え、10個作るの？イエス。あ、じゃあやっぱ24個。バカか。あでも24個今日作るんだよ。うそー。うん、だってこれ24個だもん、穴が。じゃあ、いいか、頑張って。え、なっちゃんそんな食えない？ここから A 課の大食い挑戦。やだーやだ、私脂肪食だもん。はい。じゃあまずはヨーグルト入れます。よいしょ。チーズ入れるの忘れた。え、チーズ入れて。よし。私チーズ好きだから大量に。でしょうね。でもすごい美味しい。え、ほんまに？よかったね。いただきます。あ、美味しい。あー、熱い。うまい。で、チョコレート食べます。確かね、中にもね、マヨネーズ入れた気がします。よし、カニカマ食べます。うん、歩いてるし、うまっ。うん、おいしい。いやー、マジで格好頑張ってよかった。よく頑張った。正解ね。なっちゃんと出会わなかったらこんな美味しいたこ焼き作れなかった。あ、本当に？うん、マジで出会えてよかった。あら、嬉しいお言葉ありがとうございます。いえいえ。もしさ、学校にさ、なっちゃんいなかったらこんなに明るい性格になれなかったと思う。うん、うん、なんか一番気が合う友達だし、うん、うん、私にとっては嬉しい。今私この動画で泣いてもいいの？いや、これかもね。なんか新しい人と出会ったらたくさん笑顔をあげてください。はい、うん、いました。よいしょ。お腹いっぱいですか？次回タコパ2やります。チャンネル登録して待っててね。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録よろしくね。で、次回のエリカチャンネルとお会いしよう。バイバーイ。